酢豚とは、下味をつけた角切りの豚肉を用い、衣をつけて油で揚げ、甘酢あんを絡ませた中華料理である。関東料理店が多い欧米でも人気が高い料理である。長崎では、酢ハイ骨とも呼ばれる。日本の中華料理店では、酢豚は一般的なメニューとなっていることが多く、一般家庭で作ることもあり、レトルトパックや調味料パックの他に、 弁当屋のメニューとなっていることも多い。この料理は、ルーツは、中国の、老肉と、東図灰骨二つの料理がある。日本での酢豚は、東図灰骨に近いが、欧米では、酢より、トマトケチャップの方が好まれ、老肉に近いだと言われている。欧米は、トマトケチャップあんで提供されることが多い。酢豚は日本で付けられた名称。中国語では、 老肉や唐津灰骨などと呼ばれる。調理法は豚肉の唐揚げと酢揚げした野菜を片栗粉をスープで溶いたものに酢、砂糖、醤油を入れて加熱して作った甘酢あんの中に入れて絡める。野菜はタケノコ、玉ねぎ、ピーマン、人参が中心で椎茸、ジャガイモ、キクラゲなどを入れることもある。甘みや酸味をもたらす具としてパイナップルや三ザし、リンゴ、 サクランボなどの果実も加えられることがある。パイナップルは、真の時代に、まだ高級な食材だったことを踏まえ、欧米人の、居留地にあるレストランなどで使用され始めたものである。豚肉とパイナップルの組み合わせは、ポークソテーの付け合わせなどにも見られ、甘酸っぱい食味の効果もあるが、果実に含まれる、タンパク質分解酵素のブロメラインが肉を、柔らかくするという目的があるとされる。 ただし、加熱しすぎると分解酵素の働きが弱くなってしまうため、じっくり炒めてしまうと効果は期待できない。また、缶詰のパイナップルも加熱処理されているため生のパイナップルのような効果はない。現在では、コロー肉は具に、野菜や果物を含めた彩りよく、フルーティーな味のもの、豆酢肉は豚肉のみ、もしくは他の具は少なめですと砂糖と醤油を使う。 比較的シンプルなものを刺す場合が多い。そのため、老肉は脂身の多い肉を使うのに対し、唐ズ肉は赤身の肉を使う場合が多い。唐津肺骨近年は、唐津を使用した酢豚が日本にも紹介され、提供する店が増えている。これは、北京風と呼ばれることが多いが、北京発祥の料理というわけではなく、また北京では、必ずしも酢豚に唐津が使われるというわけでもない。 黒酢を用いるレシピは、野菜とともに炒め合わせる老肉ではなく、豚肉のみを具材とする、豆酢肉塊や豆酢ハイホレの形をとるのが、一般的である。豚肉の唐揚げの代わりに、鶏の唐揚げを用いた、ストリという料理も、日本各地の食堂などで作られている。スイートサワーポーク英語圏では、酢豚を、スイートサワーポークと呼ぶ。肉以外の具を使わず、 着色料で赤くしたものを刺す場合も多い。アメリカ合衆国やカナダなどでは、既製品のスイートサワーソースが市販されており、単に素揚げした豚肉に、これをかけて強するというスタイルもよく見られる。大韓民国では、タンスユクと呼ぶ、チャジャンミョンやチャンポンと並び、韓国の中華料理の主要メニューで、甘めの味付けで、かつ、甘酢あんは、別添えとなっている。 日本でも韓国系中華料理店で提供されている。韓国ドラマや韓国映画では単に酢豚と訳されることが多い。工事園第6版、酢豚、ハットウェブリオ辞書 ABC、パイナップル、丸海石川中央聖火。2019年10月19日閲覧。ありがとうございます。